醤油醸造用の豆麹と麦麹を塩水に漬け込んだ醤油もろみ。もろみ味噌の一種である醤油のみにあたる。もろみとは醤油、酒などを作るために醸造した液体の中に入っている原料が発酵した柔らかい固形物のことである。日本酒のもろみについては酒税法第3条25項に定義されており、もろみから液体である酒を絞り出して残った。 固形物が酒粕となり、漬物、甘酒、酢の原料に使われる。なお、沖縄のみ酢は、クエン酸を多く含む泡盛の酒粕を原料に使用し、これを酢酸,酸発酵して製造している。醤油のもろみから液体を絞り出す前の固形物は、醤油の身と称され、山形、新潟、長野、熊本などでは、そのまま食べたり調味料代わりに使用される。 しかし通常は絞った後の固形物を醤油カスとして処理してしまうため有効に利用する方法が模索されている。もろみ味噌と分類される一群の食品は味噌のもろみではなく醤油のもろみに禁じしたものを最初からもろみそのものを食べることを目的として作るものを指すことが多い。醤油を作る時と同様の方法で麦、大豆、米などから製造した麹を 醤油の時ほどは多くない塩水に漬けて熟成させるものが基本形である。近代では食品工業的には醤油、塩、糖類などの調味料を入れた液体に漬け込む製法で作られていることが多い。ありがとうございます。